さん、こんにちは。私は8体チーム長野のイメージキャラクター、長野わさびです。よろしくお願いします。大町名店街にある私を応援してくれているお店、串揚げ酒場かざさんにやってきました。それではいろいろお話を伺いたいと思います。では行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。はじめまして、長野わさびって言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、私の応援メニューがあるということで伺ったんですけど、本当ですか？はい、ございます。はい、こちらが、はい、わさびちゃん特製の、はい、メニューとなっています。夏野菜、お家で作ってる、はい、トマトを、はい、串カツがメインなんで、はい、それを揚げたやつと、トマトを揚げたんですね。はい、はい、マヨネーズとわさびが入ってます。あ、わさび、はい、ありがとうございます、はい、ぜひご賞味ください。あ、はい、これはもうお塩とかもつけずにこのままで。このままで大丈夫です。いただきます。はいはい、いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。トマトのみずみずしさとわさびもそんなにツンとせず、いいわさびの風味が効いててすごく美味しいです。マヨネーズもとっても滑らかですね。どうしてトマトでやろうと思ったんですか？やっぱ信州ということで、自分のお家も家庭菜園とかすごい多くやってまして、はい、でそういう中で自然に育ったトマトとかきゅうり、ナスいっぱいあるんですけど、うん、はい、その中でわさびちゃんに合うようなイメージで今回やらせていただきました。ありがとうございます。はい、このお店は何年前からやられてるんですか？そうですね、今まで11年目になります。はい、もともとはここのご出身の方なんですか？あ、僕関西から。あ、関西から。はい、そのきっかけが、まあ、なんていうの、ウィンタースポーツが好きでこっちに行きまして、はい、で大町の自然の良さと、はい、自然もそうですし、でこちらで今の奥さんと出会って子供もできて、お子さんが、はい、なんでこの町がめちゃくちゃ好きです。あ、はい、本当ですか？はい、もう串が、まあ、どうして串揚げ屋さんを始めたんですか？あ、そうですね、関西っていうこともありまして、串揚げ文化、串揚げっていうか串カツっていうんですけど、向こうではで串カツっていうと、こっちでは多分日度少ないで串揚げっていう店にしたんですけど、名前は、はい、そうだったんですね。めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。他のメニューもめちゃくちゃあるんで、はい、はい、ぜひよろしければ。ありがとうございます。食べてください。どうして私のメニューを考えてくださったんですか？あ、そうですね、そのチーム長野っていうところを応援したくて、はい、でなんて言うでしょう、こうみんなで頑張ってるっていうところは多分うちも一緒で、ちょっと小規模というか、うちの店に限りは個人でやってるもんで、なかなかこのご時世厳しかったりするんですけど、その中でも頑張っていくことを出るんで、そうですね、同じかどうかは分かんないですけど、共感してもらえたらなっていうことで応援しました。はい、ありがとうございます。
コロナっていうもう苦しい中で応援してくださって本当に嬉しいです。こちらこそありがとうございます。だからもうこの店をどうしていきたいとか目標とかはありますか？そうですね、僕も11年やってきたんで、例えば次の世代というか、そういう人に教えていってもっと広げることは考えてないけど、個人的に誰かにこう言っていったりとか、教えることはできるかなと思いでます。すいません、はい、ありがとうございます。私たちチーム長野もぜひ応援したいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。